ザ・話し方個人会ミノチャンネルでございます。今日の内容は話が上手くなるスラスラ話せる和法をご紹介します。さあ皆さんいかがでしょうか。こう喋るのがね苦手だなとか、人前で発表するのが嫌なんですとか、緊張するとね言葉が出てこないんですっていう方もいらっしゃると思います。そういった声を今までもねたくさんいただいておりました。まあ、発表なんかするときに、ね、質疑応答何聞かれるか分かんない、ドキドキするときにああっとこう言葉が詰まってしまってね、スラスラ喋れないと、饒舌に話せたらいいななんていうね、そんなお声もたくさんいただいております。で今日はねこうやってスラスラ話せる和法っていうことをお届けをしていくんですけれども、決して全てにおいてねよどみなくダラララとこう喋れるのがいいとは全然思ってないです。まあ、汗だくになってもね一生懸命話してこう伝わってくる人と言葉が出てこなくてもじーんと感じるって、それもありますから、スラスラ喋ることが絶対とは思いませんけれども、でもやっぱりねこう言葉が出てこないっていうのはね辛いですよね。だから少しでもそれは改善していきましょうということでね、今日のテーマをチョイスしております。で過去もスラスラ喋れる方法ということで、こう滑舌のトレーニングとか、あと早口言葉とか、こういうとスラスラ喋れるようになりますよみたいなスキル的な動画はね過去にもお届けしているので、ちょっとこの辺にサムネを貼っておきますけれども、今日はですねスラスラ喋れる根本的なことをお伝えします。これをまず胃の一番マスターしていただきたいということなんです。じゃあその根本っていうのは何かっていうことですね。初めての経験があったんですけど、60分ぐらいこう僕が喋らせていただく、話し方とコミュニケーションに関する講演があったんです。その後質疑応答を30分取ってくださいって言われたんです。皆さん長いと思いません？60分の講演で質疑応答を30分取ってくれと、これ質問が全くなかったら嫌だなと、なんか興味持っていただけなかったなっていうね残念な気持ちがあって、いっぱい質問来るといいななんて思ってたんですけど、実際60分の講演終わりまして、じゃあ質疑応答ってなった瞬間ドンバーって質問が来たんですよ。皆さんバーって手を挙げてくれて、うわ嬉しいなと思って、質問にスパッと答えて、質問にスパッと答えて、もう何回も何回もやってて、結局30分足りないぐらい質問に全部お答えできる、もう時間オーバーになってしまったぐらい、ものすごいたくさん質問いただいたんですね。バン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 いただいてこう答えてたんですけど、一番最後にこんな質問いただいたんです。桐生さんはなんでそんなにスラスラ喋れるんですかと、まさに今日のテーマですね。これが今日結論なんですけれども、なんでスラスラ喋れるか、これはですねアウトプットしてるからなんです。いろいろ聞かれてその場でスパッと答えるのはなぜかというと、我々のスクール過去セミナー1万回もう研修もやってますので、話し方とかコミュニケーションに関するノウハウってものすごい溜まってるわけです。で僕自身もまあ本だと10冊ぐらい書いてますので、どっかで本で書いたことなんでしょう。この動画も500本以上上がってます。500本以上何かについて喋ってるってことですね。まあ、何かについてこれ話し方とかコミュニケーションってテーマが決まってますので、どこかしらでアウトプットしたことを聞かれて答えてるからスラスラ答えられますよということなんです。だから何か話したりとか書いたりとか、あとねよく独り言でもブツ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 家で何か言ってたりしてるんですよ。喋る練習というかね、こうやってアウトプットですよ、してるから急に聞かれてもスラスラ答えられますよということですね。例えばですね、全然専門以外の分野で、桐生さん日経平均株価最近どう思いますかみたいなこと聞かれたらね、ドキッとして僕スラスラ何も出てこないです多分。年初よりは上がってますねみたいな薄いことしか言えないと思います多分。それもおどおどしながら ね SDGs についてどうですかみたいな、よく分かっていませんみたいな、スラスラ答えられるわけで、それについてアウトプットしたことがないからです。だから滑らない話ってあるじゃないですか、あの松本人志さんの、ね、番組ですけれども、 MVS って最も滑らないに輝いてる今一番が兵藤さんですかね。兵藤さんは必ず滑らない話をあそこで喋る前に書くと、一回書く、これアウトプットですよね。で書いてから喋るからうまく喋れますよっていうことをおっしゃってたんです。まさにそれだなと思いました。私自身も話し方コミュニケーションに関して、創業して10年、その前のお仕事が含む、15年ぐらいこの生業としてますので、比較的どんなこと聞かれても答えられるだろうと、これはアウトプットしてるからっていう今日の結論になるんですよね。だからセミナーなんかいいですよね。セミナー参加して何かインプットしたら我々のスクールとかでも必ずその場でやるので、なんでやるかっていうと、このアウトプットの大事さを一番よく分かってるからということなんです。いやいやアウトプットしてるんですけどいつも言葉出てこないですよ、もうそれでも緊張しますって方もいらっしゃるんですけど、例えば100回人前で喋ったとして同じ内容ですよ、したらやっぱり喋れると思うんですよ。だからあとはアウトプットすることとその量とクオリティに比例してくる、とにかくベースとしてはアウトプットするってことですよね。じゃあ普段具体的にどうすればいいかって話ですよね。これおすすめしてるのが3つあるんです。まず1つが本ですね。皆さん本読む機会があればぜひこう本読むだけじゃなくて、しかもこうマーカー引いたりする方いらっしゃるから、マーカー引くだけじゃなくて、できればこのああそうだなと思ったところに一文、自分の意見を一文書いてみる。私もそう思った。でもいいですよ。
もしくは確かに私もこういう経験がある、まあ、1行でいいので本にこうやって書くんです。僕はいつもそういう風にしてこう書いてて、本一冊読むともうボロッボロになってるんですよ。書き込んでるからですね。自分の考えをそこに書くんですよ。これアウトプットだと思いません？もう一冊で一行自分でアウトプットしたらもう1500円の価値あると思いますよ。本をアウトプットで使うっていうことです。で、二つ目はまあこういう動画、まあ私の動画じゃなくてもいいんですけど、いろんな動画を見てそれに対して感じたことをノートに一行でいいんで書いていただく。それも同じです。同じくそう思ったとかね、あ、これが大事だと思ったから、いや、それはそうは思わなかった、でも何でもいいんですけど、ね、いっぱい書こうとすると続かないので、もう一行ですよ、一行。これもアウトプットになるわけです。で、3つ目はこれもよくトレーニングでするんですけど、じゃあスラスラ喋れるようになりたい、じゃあ逆にどんな時にスラスラ喋れなくなりますかって受講生の方に聞くんです。そうすると大体ね、会議で発表する時とか、発表した後に質疑応答で何質問されるか分からなくてドキドキする時とかね、いや、自己紹介が苦手なんですとか、あとプレゼンとかミーティングの発言とか、まあいろいろ出てくるわけですよ。じゃあそれを事前に出してもらって、こう聞かれたら何と答えますかっていうのを先にアウトプットしとくんですね。まあ面接でもいいです。こう質問されたらどう答えますかっていうのを先にアウトプットしとけば、聞かれた時にスラスラ答えられる確率は高まりますよね。自己紹介するかわからない会合でも、自己紹介するかもしれないと思って自己紹介を練習してから臨んだら、急に振られてもスラスラスラと多分答えられますよ。だからスラスラ喋れるって何かっていうと、実際その場で考えて喋ってるように見えますけれども、どこかで一回アウトプットしたこととか、一回頭の中で整理したことなんです。だからひろゆきさんとかね、本当すごいなと思うんですけど、なんであんなに何聞かれても全部明確に答えられるのかというと、事前にこう情報を仕入れた時に、多分仕入れるだけじゃ終わってないんですよね。このに対しては自分はこうだっていう持論をもう頭の中でもアウトプットしてるはずなんですよ。だからどう思いますかって聞かれた時に、この持論がスパッと出てくると。だから入れるだけじゃなくてアウトプットをする。で、アウトプットをするっていうのは必ず人がいてそこで喋らなきゃいけないって、それだけじゃなくて、まあ、それも一つですけれども、ノートに書く、頭の中で一回イメージして言ってみるとか、僕が家で一人ブツ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 言ってるのもこれもアウトプットですから、そういうの外に出してみるっていうこと。だから究極は想定外を想定内にするっていうことです。これがアウトプットでスラスラ喋れる方法っていうことでございます。具体的にやってみる、今日ね3つお伝えしましたけれども、出してみると、あ、だから1回出してるからスラスラ喋る、いや、1回出してもスラスラ喋れなかったわ、2回3回4回出してみていただいて、必ずですねスラスラ喋れるタイミングやってきますので、ぜひアウトプットを強化していこうっていうことをね、お伝えしたいことでございました。こういった練習とか話してみるとか、実際やってみるっていうのね、会議とかでプレゼントとかで失敗したらあちゃってなるかもしれませんけど、練習だと思えば、セミナーとかだと結構練習でこう喋れます。失敗してもまたもう一回やろうぜみたいな形で、ノリで行こうぜみたいな、チャレンジチャレンジみたいな、面白いので、ぜひまた概要欄見ていただくと、月に150本楽しいセミナー、伝わる話し方いっぱいやってます。ぜひ見ていただいて、セミナーにもエントリーしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。では。